はい、続きましてサイレンスーツの紹介です。素材の方は先ほど紹介させていただいた、リネンストライプですねと同素材同色展開となります。一応、ベージュ、ネイビーの2色展開ですね。こちらは、今までずっと作り続けているサイレンスーツの、一重仕立て、に変更したもので制作をしています。ボディバランスであったりとかは全ていじらずにそのままの寸法になっております。ディティールの方はそのままですね。袖裏であったりとか身頃の裏の裏地は取り除いて製作をしております。サイレンスーツで別素材での提案というのは初めてなので、こちらの方の品番が ASS002 ですね。002の品番となっております。第二次世界大戦の時にイギリスの首相のウィンストン・チャーチルが戦時下のタイミングで着ていた、サイレンスーツつなぎですね。基本的には、有事の際に、すぐ動けるように、という意味合いでこのサイレンスーツを作ったと思われます。このデザインの大元というのがチャーチルの家に出入りをしていた、ボイラー技師であったりとかが着ていた、作業用のつなぎをからインスピレーションを受けて、彼オリジナルのデザインで、作らせていたスーツという感じですね。いろんな素材で作らせてたみたいですけれども、ホワイトのリネンであったりとか、ウールのストライプですね、コットンのサージであったりとか、いろいろな素材で作ってます。あとは個人的に自分で作った、ものに関してはワインとかグリーンですねのベルベットでの、別注っていうのも受けたまわってはいましたんで、引き続きそちらの方も、ご要望があればオーダー受け付けますということです、で後ろにはしっかりとした、アクションプリーツが入って運動量を確保していると、で胸ポケットはちょっと大きめなポケットですねを配置しております。でチャーチルのつなぎ、本物のつなぎもちょっと見てみると、ポケットのところに葉巻刺しっていうのも、ペン刺しみたいな感じですね。で葉巻刺しのポジションをちょっとしっかり作ってるっていうのもチャーチルらしいところかなと。基本的にこちらの方はペン刺しにはしてますが、とバックルに関しても、同じく皮巻きのトレンチバックルを使っております。でボタンの方も、他のアイテムと同じように、水牛のボタンですね、ファスナーも、上下開き両開きなので、脱ぎ履き、の際であったりとか用を足す時っていうのも、全て脱ぐことなく、用を足せるというのは一つ利点なのかなと思いますね、こちらベージュですね。もう一色ですね。もう一色はネイビーカラーですね。ちょっと言いにくいかな。この2色展開ですね。でネイビーの方は、ボタンもちょっと消しのタイプ